お名前を言いますと、大名無知の御事、ピンとこないと思います。大黒さん、大国主の御事の別名です。大名無知の御事をご神体にしてますから、ここは神社ですけども、ここからお参りするだけで、別に拝殿、ご神殿はありません。昔のひもろぎ形式、さっきのごとびき岩と同じ、この自然を神様として崇拝するものでございます。だからここは、私、那智の滝とは言いません。那智のお滝、をつけます。お滝と申すんです。これが神様のお姿です。だから神様を真ん中にすぐ、直接見てる。ということになりますね。大量分で行けるんですね。そして目の前にお水が出ております。これがお滝水です。延命長寿の水でございます。火山王がね、先日の滝こもりをしたんです。そしてその時に、まあ、アワビがいたな、96の貝、穴の開いた貝をこのお滝に沈めたという、そんなお話が残っています。それ以来、そこからね、長生きせよ、書いて長生きですね、延命長寿水となりました。あの水ですよ。今日は元気よくキュッキュッキュッと出てます。右横に杯があります。その杯を借りてお飲みください。それは何で？いや、別に何でもない。コンビニ飯の方がなんとなくありがたい。おいしい。今日のお水は味がついてしまいますよ。